みです。ネイラです。ひなです。ピンク。ラテ。ピー。ビー。始まるよ。イエーイ。ということで今回は TikTok で話題の質問を見ずに回答してみたです。イエーイ。TikTok で私一回見たことあって、すごい人回答で答えられたらすごい楽しそうだなと思います。楽しみです。早速やっていきましょう。せーの、どうぞ。松本ゆなです。おー、13、中学2年生、13歳です。10月11日です。黒と、あとシルバー。白が好きです。ママの作ったオムライスが好きです。はい、私は、あの、声優の内山聖輝さんです。おー、さんも全好きです。大好き。好きなスポーツはダンスと、楽しくやるならバドミントンとかテニスも好きです。自分の趣味は寝ることと見ることと声優さんの声を聞くことです。特技はすぐ寝ること。好きなものは果物とあのスイート麺類。終わり。おお、そういう感じね。OK、お楽しみに動画を。あ、動画で初めて知る感じですか、私は。じゃあ分かんないんだ。何だったんだろう。じゃあ、いきます。レイラです。はい、レイラです。はい、14歳です。おお。ダンスです。おお。はいはいはい。そんな漫画だったんだ。なんだろう。音楽を聴くことです。おお、すごい特殊な。特殊なんだろう。わかんないや。犬です。本当に嬉しい。紫です。おー、うん、マジか。思いつかない。これは思いついてほしい。思いついてほしいですね、これは。思いついてほしい。弟です。あ、マジか。これですね。あ、ここの爪が取れました。最後1個だけ。すごいいい感じに成り立ってたよかったです。はい、じゃあ上やっていきます。はい。お、アイスです。はい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 。動物園。ああ、いいんじゃないでしょう。ゲーム。うん。うん。オッケー。うん。オッケー。はいはいはい。歩く動物園。聞いたことないな。なんだろう。思いつかないもんですね。誰に語りかけてるかな。チョコ味です。ああ。ボストンテリアとチワワです。危ない。24度です。24度。こっちは24。カジュアル。長袖。辛いもの。最後すごいよ。皆さん聞きましたか。聞きましたか。辛いもの。辛いものです。そうです。はい。はい。終了。はい。
しようか。自分のわかんない。わかんない。わかんない。でもなんか話成り立ってるやつもあったよ結構。だからめっちゃ面白かった。動画を見るまで。楽しみです。楽しみです。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。